ピーター・ライスは、アイルランドの構造家、構造エンジニア。1988年から、RIBA の名誉会員。1992年、RIBA ゴールドメダル受賞。弾道区生まれ、ベリファストクイーンズ大学で教育を受け、学位を取得。その後1年ロンドンインペリアルカレッジで過ごす。もともとは、航空工学で、 その後建設構造工学の方面に切り替えている。オブアラップパートナーズに入社し、最初に担当したのが、シュドニーオペラハウスの屋根である。1956年から1992年に死去するまで、オブアラップパートナーズのディレクターを務める。レンゾピアノと、1977年から1980年に、かけては、ピアノライスアソシエーツを、 共同主催。1978年からは RFR のパートナーにもなる。また、構造家フラヨット建築家リチャード・ロジャースらとも共同した。辞伝に記した建築家とエンジニアの違い。建築家は課題に対してクリエイティブに対応するが、エンジニアは本質的に革新性に満ちた方法を取るは、ストに有名。1991年に 脳腫瘍と診断され、翌年57歳で死去した。ジョナサン・グランシーの長辞によれば、おそらくライスは、工学の構造界のジェームズ・ジョイスである。彼の私的な発明、彼の能力と頭に受け入れに向けるのアイデアを彼の、厳密な数学的、哲学的論理が作り出す、私たちの時代を最も求められたエンジニアである、スタンステッド空港オペラハウス。ありがとうございます。